はいどうも、じじまゅんです皆さん突然ですけど、DX、デジタルトランンスフォーメーメションって聞いたこ,とありますかこれはですね経済計算省が2018年に発表したレポートなんですけどこのレポートによると今 IT 業界にある、まあ、いろんな課題いくつかあるんですけどその課題を解決せずかつ、えー、と IT 人材が不足したまんま2025年を迎えてしまうとですねなんと毎年12兆円の。 経済損失がが発生してしてまううというレポートがあるんですよねこの12兆円どんなもんかなと思って僕さっきあのビル・ゲイツの総資産を調べてみたんですよビル・ゲイツの総資産去年なんと11.2兆円なのでこの d x デジタルトランスフォーメーションが達成されなければ毎年ビル・ゲイツの総資産並みの経済損失とかもうドーンドーンときちゃうわけですよ、まあ、そんな背景で僕は今回このチャンネル まずこの IT, IT 人材不足してる中、まあ、IT って難しいし、まあ、何から勉強していいか分かんないし,し勉強しようと思ってネットとか開いても,もうなんか初心者向きに書いてよってぐらいもう書いてよって思うぐらい難しい内容がドーンって並んでるんですよなので、まあ、その僕 IT の,あの営業目線であのどの、まあ、分かりやすく説明できたらなと。 思っていますとそしてもう一つはまあその説明する説明してまあそういう学びの場を作った上でまあ自分自身も何より学びたいなと思いましてまあ今回このようなあの動画を撮らせていただいていますと。でその記念すべき一発目っていうのがこの「アフターデジタル」この「アフターデジタル」っていう本これはですね、あのー、デジタル化が進んだ後に社会がまあどう変わっていくのかと。 いうもの焦点を当ててて書かれいる本なんです。非常に面白いぜひおすすめなんですけど、まあ、こ,れをよこれを全部説明したいところがまあところなんですけど、まあ、時間をまあ短くギュッとこのホワイトーボード1枚にまとめて、まあ、端的にアフターデジタルってものが何なのかというものを説明させていただけばと思いますではアフターデジタルオフラインが存在しなくなる世界これは、ね、どういうことかと言いますとですね皆さんの生活そして社会全て すべてにインターネットネットワークデジタルが行き渡った世界のことです、ね、例えばですねアメリカアメリカだったら一部無人店舗なども普及しておりますまたエストニアは世,世界で最も電子化が進んでいる政府と言われるぐらい行政の電子化が進んでいるとそして今回のメインテーマである中国中国はまさにアフターデジタルを体現している生活そして社会すべてにデジタルインターネットネットワークが広がっていると いう世界ですとでこのアフターデジタル3つの大きな特徴がございますと1つ目あらゆる行動の可視化が実現されているとまずモバイルペイメント、うん、携帯でのスマホでの決済のことですねこの決済が普及している普及することで全ての購買データがあの ID 個人に結びついているとこれどういうことかと言いますとですね今まではせいぜいぜ コンビあ例えばコンビニで、あのー、お酒を買う時に先生分かってたのってどの店で何がどんぐらい売れたのかぐらいだったんですよただ皆さんがその携帯のスマホなどで買うことによってその買ったっていう情報があなた個人と結びつきますとこうすることで企業はですね今までに分かんなかったような誰が何歳の,何歳の男なのか女なのか何でその人はそれを買ったのか などなどなど、いろんな情報を拾えるようになるとそしてあの IoT カメラセンサーを用いてですね購買行動だけではなく皆さんのあらゆる行動移動だったり趣味趣向だったりすべてのデータが ID と結びつくともうすべて可視化されてるわけなんですよその人が何が好きなのかどうしたいのかどこ行ったのかとか全部見えてしまう世界それが、まあ、あらゆる行動の可視化続いて2つ目は 企業のの競争原理の変化。これからの企業はですね顧客に対していかにいいエクスペリエンスいい体験を生み出すかこれが非常に重視され,てされますそのために、まあ、いかに顧客接点をたくさん持ってたくさん持った中でどんぐらいたくさんのデータを集めれるかこれが非常に重要になってくるんですよ今まではですねこの経験エクスペリエンスに対してですねものいかにいいものを作るのか いいうのが重視されていましたそのためですねものを作るメーカーっていうのが非常に偉い立場主導的な立場であった一方でのを売る顧客接点側っっていいうのはでですすね良い立場だったんですよこれがですねこれからこのエクスペリエンスが重視される世界ではですね顧客接点の多いプラットフォームまあ舞台舞台例えばあのお客さんに面する店小売業の店とかディーラーだとかこの プラット各設定の多いプラットフォームっていうのが非常に大きな力を持ち対して今まで偉かったものを作るメーカーっていうのはですねたくさんある設定の中のうちの一、まあ、つにしかないんですよというこの逆転が起こってしまってるわけなんですよそしてこれらあらゆる行動の可視化そして競争原理の変化に伴ってですねこの3番データが市民を変えそして社会を変えるとアフタージェンダの世界ではこんなことが起こりますと。 例えばこの例がアリババ中国のアマゾンのような企業なんですけどこれアリババがあの g マ a c r e d i という支払い能力の可視化するサービスを使ってるとこれ社員能力の可視化ってこれで何なんのって思いますよねとこちらなんですよ信用スコア信用スコア使ってるんですよ信用スコア いうのはです、ね、まあ例えばこの人がちゃんとお金返してくれんのを払うのかとかどういった人人なのかというをもとにしてであので点数をつけてるとまあその付け方っていうのは、まあ、このアリババアマゾンのような EC サイト持っているのでこのデータそしてアリペイっていうモバイルペイメントのようなものでこの人の購買データやあとその人のお金どんぐらい持ってるのかなとかそして最後にこの人自身の登録情報例えば。 出身大学とととか、かあと就職先の企業とかこの膨大なデータを AI でゴンと考えグンと評価してつけるのが信用スコアということですとでこれ何が消費者にいいのかという,のうとですね消費者はこの信用スコアが高ければ高いほど良い特典サービスが受けられるんですよ例えばですねあの、点数高い人だったらそのホテルに泊まった時にいいサービスを受けられるとかあの利便性もあります例えば あのー、外で携帯、あのー、充電するのがタダになるとか傘借りれるとかめちゃめちゃ便利なんですよで何より信用家借りたりお金借りたりする時に貸す人はこの信用スコア見ますこの信用スコア高い人だったらじゃあ貸してあげてもいいよというような信用が生まれるんですよねなんとあのビザとか獲得する上でもこれ見られたりするらしいですこれが高いとプロセスが短くなったりとかなんですよね あ,あとは信用スコア高いとあの婚活でモテるらしいです。まあ、そのぐらいい消費者に普及しているというものがこの信用スコア一方企業はですねどんなメリットがあるかっていうと人を雇ったりするるとのリスクが減るとその面接に来た人はあの今まで面接してその時に判断するしかなかったんですけど信用スコア一発で上がりますこの信用スコア高かったらこの人ッ OK みたいな感じであのリスクが減ると。 でその面接するための時間や無駄な採用するための人件費っていうのが減りますよねとこれ消費者企業両方ともにとってメリットがあるとでこれの一番大きなことメリットがあるまあもちろん大事なんですけどメリットを追求した結果ですね中国善行を積むと評価されるっていうこの概念がもう社会に浸透してるんですよねこのシステムというものがシステムやサービスというものがこの人々の行動原理社会システムを変えてしまったというのがこの例ですと で、この本あのキーワードとなってるのがですね「オンライン・マルチス・ウィズ・オフ・ライン」っていう書いてるやつなんですけどこれどういうことかというと今までそのオ,フオンラインっていうものはオフライン、主軸であるオフ・ラインの一つの接点でしかなかったそれがこれからはオフ・ラインがオンラインに包含されるつまりキャッシュパーが逆転するオンラインが主軸でありその一つの接点としてオフ・ライン を捉えななきゃいけないけんだよとこの大きなシフトが生じていますとその中でその中でですねデジタル化、まあ、最適化とも読み替えられるんですがこのデジタル化の点と点を無線で結んで面にする、うん、点と点っていうのはですね例えばその無人店舗とかそういう一部の本当限られた範囲での最適化デジタル化のことですね。でそれををこのエエクススペリエンスを描いて この点と点とを線にししてて結んで、そして面にする面にすることでこの最適化されたあの顧客体験というものを生み出す必要があるということをこの本はメッセージしておりますと、まあ、これが、あのー、いわゆる、まあ、ギャファとか言われるお企業 Google アップル Facebook アマゾンちょっとアップルとアマゾンどっちが先か分かんないですけど、まあ、その企業がたくさんの 個人データを集めてて、まあ、目指しているる世界でもあるとその一つの形なのかなと思っておりますはい今回はですね、あのー、デジタル企業が目指している世界というものを紹介させていただきました今回はこのようなデジタル化した後の社会について話させていただいたのですが今後はですねこのデジタル化した後の社会を支えるための、まあ、クラウドだったりあと 5GIoTAI 等々と そういうものを、まあ、技術そのものも、まあ、もちろん大事なんですけどこの技術がどう人々の世界ビジネス社会を変えていくのかというのに焦点をフォーカスしてお話しさせていただきたいなと思いますはいそうですね皆さんあのお忙しい中お時間いただきありがとうございました